ボルシスキー主伝は、ロシア連邦の都市、ボルシスキーを走る路面電車である。ロシア連邦南部の都市、ボルシスキーの歴史は、当時ヨーロッパ最大の水力発電所として、計画されたスターリングラード水力発電所建設に、当たり労働者の居住地及び、工業都市として1952年から始まった。急速な都市開発が行われる中、課題となったのは都市に住む、 人々の交通手段であった。当初は模範的なソ連の都市を作るという目標があったことから交通網の整備には慎重な意見も出されていたが、急速な発展に伴い1962年に住宅地と工業地帯を結ぶ公共交通として路面電車が建設されることが決定した。最初の路線が 営業運転を開始したのは1963年12月30日である。当初は東ドイツ製のゴータカーと呼ばれる二軸車が導入されたが輸送量の増加や連結機、乗降扉の不具合の頻発により1965年以降はチェコスロバキア製のタトラ T3 やソビエト連邦の企業、ウスチカタフスキー車両製造工場製の KTM-5 といったボギー車が導入された。 路線もについてもボルシスキーの都市開発に合わせて延伸が続き、1968年、1976年、1991年、1993年と延伸を繰り返した。ソビエト連邦の崩壊後は一部路線の廃止が行われた一方、2004年12月2日には新たな支線の建設が行われ、同時に系統の増設も実施された。また、 経営母体については、開業後ボルシスキーの機械工場の輸送部門として運営されていたが、企業の発展上非合理的であったことから1992年以降は、ボルシスキー市が所有する、市営企業によって管理されている。開業から55年以上が経過した2020年現在も、ボルシスキー市電は環境に優しい公共、交通機関として、ボルシスキーの重要な輸送手段として、 活躍を続けている。2020年現在、ボルシスキー市電では以下の7系統が運行している。2015年の時点でボルシスキー市電に在籍する電車の形式は以下の通りである。ボルシスキーの公共交通運営企業体の公式ページ。2020年4月26日閲覧。ありがとうございます。